さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。今回ご紹介するのは海のお仕事プロジェクト。このプロジェクトは海に関する仕事体験を通して、海の生き物や環境問題などについて多くの学びや気づきが詰まった体験プログラムです。カニをデザインするのが楽しみです。板前さんがどんな感じで捌くのかっていうのが気になります。今回のお仕事体験は米子市海家の温泉旅館松濤園。料理人の技と地元で採れた海産物の味を体験することで、海に関係する職業への興味や関心を持ってもらおうと開催されました。盛り付けは遠山盛りといって、山の方から手前の方に流れるようにこう持ったら綺麗に見えます。捌き方や盛り付けなど目の前で見るプロの技に釘付けになった子どもたち。さあ、うまくできるかな。鮮魚盛りに挑戦です。もうそこで話す。ここにこう。そう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 、あ、いいね。アジやマルゴ、タイなど地元で水揚げされた鮮魚を使って思い思いに盛り付けをしましたよ。出来上がりのお味は子供たちの表情を見ればもう言うまでもありませんね。もうずっと食べていたいです。盛り付ける時に綺麗に見せるためには後ろが高くして下を低くするっていうのが、確かにそっちの方が綺麗だなと思いました。盛り付け方を極めたいと。山陰の方には美味しい魚がいっぱいありまして、新鮮ですから、みんなが魚が好きになって魚好きから離れないようになってほしいものです。一人でもいいから将来は板前さんになってほしいですね。子どもたちが体験を通して仕事への興味をはじめ、海の大切さや問題など、これからもさまざまな海に興味関心を抱いてくれるといいですね。海と日本。